沖縄で変な事件がありましたよね、産経新聞は書きましたけども琉球新報は無視ですね使命、えー、になってません読みます基地反対の住民米兵の銃掴む沖縄県これ東村かなえ訓練中に道に迷った米兵に基地反対運動をしている住民の女性が近づき 米兵の銃を掴んで奪おうととしたた疑いがあることが12日分かった銃に実弾は入っていなかったが防衛省関係者は事実とすれば問題としている一方女性は銃を掴んだのは事実だが銃,銃を奪おうとはしていないとしているいやいやいや掴むのよって話ですから <laughs> いやいやこれねアメリカだったらもうこの住民の女性は撃たれて死んでますよ、えー 関係者によると米軍北部訓練場近くの県道で9日午後武器を持った十数人の米兵が歩いてい,歩い,ているのを女性らが見つけ銃をつかむなどした米兵が静止し双方に怪我はなかった。 沖縄防衛局が米軍に問い合わせたところ少数の海兵隊員が訓練中に道に迷い誤って北部訓練場の外に出てしまったので戻ろうとしたが住民の集団に後をつけられ1人が海兵隊員の武器を奪おうとしたとの回答があったという銃を掴んだ女性は過去に北部訓練場のゲート前に空き瓶や空き缶を散乱させるなどの活動を繰り返し威力業務妨害罪などで起訴されている まあ、ろくでもない、えー、活動家、妨害運動をしてるわけですよね。はい。住民って言うけどね、どこの住民なんですかね、えー <coughs>。8月には沖縄県知事選に出馬した保守系候補の演説中、薬莢などを投げつけ、公職選挙法違反容疑で書類送検されていた。とんでもないやからだね、これね。 女性は産経新聞の取材に対し武装した米兵は住民を不安にさせる県道から離れた米兵が再び県道に戻らないよう手で銃を押さえたが奪おうとはしていない集団で後をつけてもいないと話した一方米軍側は今回の件について警察に被害届などは出していない 沖縄防衛局に対し米軍が地域住民にとって良き隣人であるとともにミスや事故の発生リスクを最大限に減らし可能な限り訓練による地元住民への負担を軽減することに努めるとコメントしているということですよねはい、まあ、ですからもうあのとんでもない輩だということです、まあ、いつものね、えーえー、方ということですよね。はいでこんな こんな円柱を良き隣人としてね <laughs> しなきゃいけない米軍もかわいそうな話ですよね。はい、でね銃掴む、はい、銃掴むこれはあの弾入ってなかったから良かったですけどいやこれいや, <laughs> いや本当に撃たれても仕方のないレベルですよ。 まあ、奪おうとしたのか奪う気はなかったのか奪う気なかったらなぜ銃を掴むんですかええ腕掴めばいいわけですよなにしかも理由がおかしいですよねえー、っとええー、米兵が再び剣道に戻らないように銃を押さえたってわけですよいや腕を押さえればいいんですよええ銃を押さえるっていやそしたら当然これはですね奪われるとだっていきなり 民間人がズカズカ来て銃をガッつんだらううもうよせよよせよってなりますよね奪う気があると思いますよね仮に奪う気がなかったってそれは奪われると思いますよねはいそれをしたらどうなります普通ええー、普通だったら撃たれて終わりですよはいこれあのアメリカではねどういう時に撃たれるかといったらえっ、ー 速度違反で、ねえー、り警察の取締り締まりを受けるときも一つ手の置き場を間違えると撃たれるんですからね、はいえー、まず、ですね、あのーまあ、向こうは銃社会ですから、まあみまあ、大体、警察もですね、まあ、速度超過、止まりなさいそうすると、その、ね、車の中に乗っている人がいつ警察に危害を加えるか妨害を加えるか銃を撃ってくるかもしれないわけですよ。 それだってただの速度超過だけだったらいいけど仮に例えばなんか犯罪をしている人だったらやばい、今捕まったらやべえなといやもう警察官撃ってでも逃げるかもしれないわけですよねですから警察官はあのその運転手なり同乗者が銃を持っているものという前提で対処するわけですよだからもう最初からホールドアップなわけですから速度違反でもははいいまずえーと車から降りろ降りなかったら撃たれますからね。 えー、降りてそしたら手を上げろってわけですねでそして車に手をつけてるわけです手を上げずにまあまあまあとか言って近づいてきたら撃たれますはいえー、で車に手をつけててまあまあちょっとすいませんちょっと急いでたんでなんて言って手をつかなかったら撃たれるわけですよあとそれから上着を着ていた時にね上着の内ポケットに手を入れたら撃たれるわけですはいなぜってこの 銃を取ろうとしたと勘違いされるいや実はハンカチ取ろうとしたかもしれない関係ありませんえ警官の前でねえー、ねあの内ポケットに手を入れた瞬間撃たれますはい、はい、これがアメリカでの常識ですこれ普通の警察でもそうですからねはいましてや軍人ですよでいきなり住民が来て銃を奪おうとしてじゃあ取られたらどうなりますこれ大変なことですよね いや本人が打たなくたって周りにいる人が打ちますよ普通だったら、まあ、ただね、えー、基地問題いろいろあるから、えー、まあまあまあだからまあ球が入ってなかったら打てなかったんでしょうけれども、うん、いやーこれ本当にですねあのよくそんな危険な真似ができますねはいいやほ本当にねもうやばいですよただの当たり屋ですよこれは、ね、ですからまあこういう こうこういうのは琉球新報を記事にしないんだよへへへ今度基地問題で何かあったらすぐデカデカと書くくせにねなんかまあ活動家が捕まって奪おうとしたかしなかったかみたいないうそういうのをしれーっとほらこういう時だけ報道しない自由をあの発動するんですよねえー はいというわけで基地反対の住民米兵の銃使つかむ何かあったらねでっかくかくくせに、ねえー、こういう時だけしれーっと無視ですよ。